新陽五里川体育場は中華人民共和国の遼寧省新洋市にかつて存在した多目的スタジアムである。1989年に設立された。スタジアムの総面積は5万平方メートル、収容人数は約5万人だった。設立後は中国サッカーリーグに所属する遼寧足玉クラブが使用していた。 アジアクラブ選手権1989-90では決勝の舞台となり、このスタジアムで両名足玉クラブが日産自動車サッカー部を破り、中国初となる AFC クラブ国際大会優勝を達成した。また、2000年には新妖怪氏がこのスタジアムをホームスタジアムとして公営リーグを戦った。また、2002FIFA ワールドカップアジア予選では、 最終予選のオマーン代表戦がこのスタジアムで行われ、勝利を収めた中国代表は、初のワールドカップ出場権を獲得、スタジアムは中国足玉、福地と呼ばれた。しかし、北京オリンピックに向けたスタジアム整備事業の中で取り壊しが決まり、2007年2月12日に爆炊され、18年の歴史に幕を閉じた。取り壊された後地には、 新洋オリンピックスポーツセンタースタジアムが建設された。ありがとうございます。